の作った昔のブログからですね、コンテンツ販売をするときとか、例えば、コンサルをするときにマニュアルを作るとか、外注さんに渡す、マニュアルを作りたいっていうときによく僕 LP ってよく言ってるじゃないですか。じゃ仮にこれ LP って何のことと思うじゃないですか。何 LP ってみたいな。で、その概念っていうのをちょっとですね、話していきたいと思います。これね、めちゃくちゃ大事っていうか、かなり一回覚えちゃうとめちゃくちゃ使えるので、で昔の僕が知りたかったまさに情報ですね。あ、こんなんできるんだみたいな、それ絶対やった方がいいじゃんっていう、考え方なんですけど、これワードプレスで作ったブログなんですけど、副業収益化ブログっていう、こういうなんか頑張って自分で作ったの、これも1から全部100まで自分で作ったので、意外にこう作れたりするんですよ、自分でも。じゃあこれは何のメディアかっていうと SEO のメディアなんですよ。要はオンドメディアって言って放置型のメディアになるんですよね、インターネットの中に。そう。なので僕の場合はこのブログから何か物が売れたりとか、ブログから集客できてるってことが、ほぼほぼないんですよ。なんでかっていうと記事を追加してないからなんですよ。多分2年ぐらい前に作ったんですけど、記事の方も本当にひどいもので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15記事しか作っていない、もう堕落ぶりの、クソっぷりなんですけども、本当にもうしょうがないですよね。で、これはですね、特に、例えば SEO のオンドメディアを作って、ブログで集客したいっていう理由で作ってるわけでもないんですよ、実は。どういうことかというと、これスウェルっていうですね、テーマを入れてるんですよ、このブログの中に。このワードプレスの中にスウェルっていうテーマを入れて、こういう、デザインに速攻変わるんですよ。テーマっていうのを入れると、こういう、これがスウェルのデザインなので、こういう感じに本当に自動的に変わるんですよ。で、あとはですね、このサイドバー、カスタマイズとかをしてもらって、そうすると、こういったところでヘッダーの画像を変えたりとか、色変えたりとか、こうやってワードプレスって変えていくんですよ。フッターどうやってやるとか、あとサイドバーですよね。あ、サイドバーっていうのは、この辺、こういうところ。こういうところ変えたりとか、で、トップページ変えたりとか、意外にこう見ると少ないんですよ。ワードプレスって、多いんですけど、こう、例えばプロフィールとか、こういうのありますよね、こういうの。要は、これがスウェルのカスタマイズの、カスタマイズなんですよ。要は、これカスタマイズ。これを押すと、この現在スウェルっていうテーマを使っていて、で、そのスウェルっていうテーマを開くと、こういったところで一個一個カスタマイズしていくんですよ、サイトを作るときっていうのは。で、これは基本的にブログなんですよね。でも、このブログとコンテンツ販売って初めての人ってイメージつかないじゃないですか。え、だってブログって SEO で見れるから、みんなに見れちゃうじゃんみたいな。お金かけなくても見れちゃうよね、それみたいな。だって、そのキーワードを検索すれば、例えばこれをもし有料記事で書いたときに、これを Google で検索すれば、この記事見れちゃうじゃないですか。え、じゃあなんでそこに、なんかコンテンツ販売できんのみたいな感じって普通思うじゃないですか。で、僕も昔そう思ってたんですよ。これどういうことみたいな。そこはですね、紐解くのが LP になるんですよ。LP。なので、はっきり言うと僕のこのブログ自体は機能してないです。なんでかっていうと記事がないから。もうダッシュボード見せちゃうと、これが日々の PV。訪問者が1日30人とか60人とか40人とかですね。意外に書いてない割にはいるかなって感じなんですけど、1ヶ月間で1500人ぐらい来てるのかなって感じですね。で、7300ページ見られてるって感じなので、来てるっちゃ来てるんですけど、じゃあ仮にですよ、頑張って、そうですね。今15記事だから150記事入れたら、仮にここ訪問者が1万5000とかなるわけじゃないですか。
それって結構万 PV、 要は1万 PV いくわけじゃないですか、月間。1万 PV いけば普通にリストとかチャンネル登録とかで絶対増えるので、僕がこうコツコツもし頑張ってってればそれぐらいのメディアを作れてたわけなので、しっかりと SEO の温度メディアとしては機能してたんですよ。でも、ブログは難しいですね、やっぱり。いや、難しいっていうか、コツコツやらないともう無理なので、まあ、これもよく頑張ったなって感じなんですけど、まあ、その話は置いといて、じゃあ、LP を作りたいわけなんです。コンテンツを作りたいわけですよね、今回。コンテンツであったりとか、マニュアルであったりとか、まあ、確かに PDF とかでも作れるんですけど、やっぱりクオリティが激低いわけですよ。じゃあ、LP を使えばいいわけで、LP って何っていうことなんですけど、この新規っていうボタンに関する当てると、LP っていうのが出てくるんですよ。これで LP のページを作れるんですね。で、例えば、こんな感じにするじゃないですか。で、LP を表示にすると、違う。下書き保存。下書き保存でプレビューの標準ですね。そうすると、こんな感じで、1枚の白紙になるんですよ。1枚の白紙になりましたよね。だから普通のブログっていうのは記事を書くと、さっきみたいにここにヘッダーが出たりとか、こっちにサイドバーが出たりとか、下にフッターが出たりとか、リンクがついちゃうんですよ、リンク。だから自分のブログの記事の中にコンテンツを書いて人に販売するとか、人に渡すってもう無理じゃないですか。コンテンツ販売できないですよね。でもこの LP っていう機能を使うことによって、1枚の白紙のページになるんですよ。わかりますかね？ 1 枚の白紙のページ。こんな感じで。プレビューの表示。こんな感じです。これ1枚の白紙のページ。で、投稿を編集する。で、これタイトル出てないじゃないですか。みたいな。で、このブロックっていうのがこっちにあって、ブロックじゃないよ。この LP っていうのがあって、例えばここでタイトルの表示しますよとか、線で囲むとかやると、で、見ますよ。そうするとこんな感じ。タイトル、ここ線入ってますよね。線。でも、ヘッダーとか、リンク、だから他にリンク入ってないですよね。ブログに飛ぶホーム画面とか、ここに例えばサイドバーとかフッターとか。だから、1枚の A4 の白紙の紙あるじゃないですか。1枚の A4 の中に A4 の白紙、完全白紙の紙に自分のコンテンツを作っていくっていうイメージです。それがスウェルっていうこのテーマを使うと LP っていう機能がついてるので、これが使えるんですよ。で、ワードプレスのテーマってこの LP が入ってないテーマの方がほとんどなんですよ。スウェルってこれが入ってるから僕超好きなんですよ。ほぼこればっかり使ってるんですよ、コンテンツ作るときに。これがなんでコンテンツになるかっていうのは、これが理由なんですよ。1枚の白紙の中にここに動画を入れたりとか、ここにリンクを入れたりとか、画像を入れたりとか、いろいろできるんですよ。例えばこれで、このブログっていうのブロックっていうのがあるんですけど、例えばこの吹き出しとか、そうするとこんな感じで、これはここですみたいな。こういったものワードプレスだからできるわけじゃないですか。こういったことって。例えば、まあ、ここで、パターン、テーブル、こういうリストとかもなんと一瞬でできるんですよ。例えばこれとか。これで、ここでチェックポイント、チェックポイントを書く、この箇条書きで書けるんですよ。こうやって。だから、この、なんか PDF とか Word とかだったらこういうカスタマイズができないじゃないですか。画像を入れたりとか、こういう箇条書きにしたりとか。これが、あと、こう、例えば、こうやって文字の大きさ、ここを強調したりとか、太文字にしたりとか、例えばテキストの色を赤にしたりとか。こういう形で1枚の白紙に書くから、コンテンツとかマニュアルができるんですよ。で、でも
でもなんでこれ売れんのって思うじゃないですか。なんでこれクローズドって言うんですけど、なんでこれその人だけに渡せるのって思うじゃないですか。ここに一つトリックがあって、ここ公開っていうのがあるんですよ。あ、ここ公開で、ここなんとパスワード保護できるんですよ、これ。で、例えば001とかにするじゃないですか。そうするとパスワード保護で001を知ってる人しかこれ見えないんですよ。で、これどういうことかっていうと、こういうことになるんですよ。だから要はこのリンク、このリンクあるじゃないですか。ああ、このリンク。要はこの記事のリンクを渡して、パスワードはこれになりますよって言えば、その人にコンテンツ待たせるし、その人に、マニュアルとか、コンテンツ販売できるんですよ。これがスエルで LP でコンテンツを作るってことなんですよ。じゃあ仮にこれで001って打つじゃないですか。うん ?001。そうするとコンテンツに入れるんですよ、こうやって。で、しかもこのコンテンツ入った時に、さっき言ったようにこれ1枚の白紙のページだから、無駄なリンクが入ってないんですよ。ここにさっきみたいにヘッダーが入ってたりとか、右にサイドバー上がったりとか、下にフッター上がったりとかないんですよ。なので、じゃあ何が必要かっていうと、さっき言ったね、ここのリンク、ここのページの URL を、例えば、こちらが、なります。例えばこんな感じ。ご購入ありがとうございます。短いですけど、よろしくお願いします。こちらがコンテンツになります。みたいな。で、これがこのページの、URL だとするじゃないですか。LP の。例えば、パス、001。例えば、ココナラとか、ノートとかでも、あ、ココナラかな?ココナラでコンテンツ販売をしたいなと思った時に、この LP を作って、これをコピーして、購入者に渡すだけで、なんと自分の商品が作れちゃうんですよ。だから、このコンテンツの中に自分の動画入れたりとか、例えばギガファイル便とかでファイルを渡してあげたりとか、例えば説明書作ってあげたりとか、マニュアルを作って外注さんに渡したりとかっていうことが、こういうことなんですよ。LP を使うってことは。そう。この LP を使うことによって、自分が覚えたコンテンツであったりとか、自分が覚えた経験とかっていうのを、マニュアル化、要は可視化っていうんですけど、目に見えるとか、目に見える化して、まあ、これ可視化ですね。目に見えることができるようになれば、無限に商品で作れるわけじゃないですか。じゃあ、その商品を作るために優しいのはやっぱり動画とかは、やっぱ見やすいコンテンツだよねってことだと思うんですよ。だから PDF でピッて渡して、コンサルありがとうございます、これが PDF になります、ピッて渡して、これ見づらってなるじゃないですか。 PDF なんて今時渡されても、この令和の時代に PDF なんか渡してもしょうもないと思うんですよ。そう。あと、なんかココナラとかで商品買ったら PDF がなんか30ページぐらい来てピッて渡されて、なんか動画も入ってないし、画像も入ってない、まあ画像はちょっと入ってるかもしれないんですけど、基本なんか文字だけみたいな、こんなの分かるわけないじゃないですか。だから、ここに動画とかをどんどん入れて、自分のマニュアルであったりとか、自分のコンテンツっていうのを作って、商品化してもいいし、マニュアル作ってもいいし、スクールの教材にしてもいいし、っていうことが、こういったことなんですよ。これが LP。だから、さっきのブログとは全く別だと思ってください。さっきのブログプラス LP っていうのは全く別だと思ってください。だから LP とブログは関連性ゼロだと思ってください。LP 機能は1枚の白紙のページに URL とパスワードを設置することによって、独自のコンテンツを作るってことになるので、だからさっきみたいな SEO のワードプレスと LP っていうのは、これは完全に切り離して OK です。だから SEO のワードプレスでブログを作るっていうのは、目的っていうのはやっぱり認知じゃないですか。集客ですよね。自分をやっぱり認知してもらうために作ることと、あとはやっぱり PV 数ですよね。自分の商品を売りたいとか、アフィリエイトしたいとかっていうことに関してのブログじゃないですか。ブログをやる意味っていうのは PV ですよね。PV っていうのは商品を売るためにあるか、集客するためにあるか、自分の認知活動を広げるかっていうことになるわけですよね。そう。だから、そのブログ機能を使わなくても今回いいんですよ、実は。LP 機能だけ使えるんですよ、スエルだけ入れてれば。そう、そういうこと。で、このですね、スエルの、の
ページが1枚ごとになるから、その1枚ごとに、例えばスプレッドシートとかで管理していくんですよ。例えばタイトル、スウェルの URL でパスワードっていうのを管理しとけば、それが売れた時とか、外注さんに渡す時とか、マニュアル作る時にすぐコピペして渡せるじゃないですか。だからこれを管理してやれば、無限に自分のコンテンツっていうのを実は作れるんですよ。で、これが LP です。LP 機能。LP っていうのは1枚の A4 の白紙だと思ってください。1枚の A4 の落書き帳ですね。落書き帳。そう。カスタマイズができる落書き帳だと思って、ブログとは一切関係ないこと。これがコンテンツを作るときに僕はいつも使っている LP 機能なんです。そこにパスワードをつけてやることによって、自分の商品を無限に作れるっていうこと。マニュアルさんにマニュアルを渡せるとか、外注さんにマニュアルを渡せるとか、コンサルするときに、そのコンサル生に、その自分の考えとかやり方っていうのをマニュアルとして自分で作ってあげるとか。そう、これが LP 機能。スエルだから使えるんですよ、これ。だからワードプレスをするときは絶対スエルテーマっていうのは僕は必須ですね。そうっていうことになるので、これはかなり僕がもう知りたかったことですね。本当にビジネスをかじって初めの方に知りたかったですね。これはもう、だから今かなりめちゃくちゃいいじゃん、この動画って思う方もいると思うんですよ。めっちゃ勉強になったって思う方も絶対いると思うんですよ。ここまでこう具体的に話す動画とかってそんなないと思うので、絶対にいると思うので、ぜひですね、使ってみてください。スエルのとかリンクとかはまた概要欄とかですね、必要なもの載せておきますので、ちょっと参考にしてみてください。